こっからがね、確かラニーのなんだかって、館だったかな、あのところなんだけども、ここにね、行く前にね、あの巨人がいて剣持ってるので、そいつのね、楽な倒し方をお話ししようと思います。はい、でこれ以前撮ったかな、動画撮ったかどうかわからないんだけど、昔初見でやった時にね、隕石弾ちょっと、こういうの障害物あると厄介だよね。だからこういう時はスタミナを結構使うけど、まあいいでね、それはそれで後で倒しましょう。今やってるのはね、犬じゃないので、で低レベル、今20くらいなんだけど低レベルであの倒せますので、まあ、ここは掃除してもらう、ここもね、掃除してもらう。でそしたらここは2発でじゃあ多分ね、敵がねこっち来てるはずなんだな。登ってこない、登ってきてるはずなんだけどな。あ、ほらほら、いた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 。普通にこっち、こいつ、あのこいつ歩いてくるからさ、こっちまで落ちた。毒性、そしたらはもうここからね、もう隕石弾っていうか、ちょっと待てよ。そしたらあれ、そしたらもうここ全力突破。ほら、おっしゃ、危ない危ない危ない。よし、そしたらね、ちょっとね、攻撃が大きい攻撃があるんでね、逃げたいんだよね。ほら、この剣全部あの、これ座りながら飲めるの？飲めた。この剣ね、全部打ち尽くしてほしいわけですよ。ちょうど後ろ向いたよね。でマジックポイントも満タンなんで、移動追加。よし、これで確かね、あの手に入るはず。ここで死んだらアホだよな。ほらほらほら、トロールナイトソードっていうの手が入るんだね。ちょっと性能見てみましょうか。はい、これ20だから、まあ上げられないことはないかな。まあちょっと装備してみましょうか。ほら、くらい、まあ本来の力をまだ出せないね、うん、まあこんな感じで低レベルでもね、隕石弾、あのゲーム開始時にとってマジックポイント上げてしまえば簡単に手に入りますよということです。はい。